こんばんは、トリティです。今回2回目の訪問なんですけども、やっぱりここ来たらシュワルマよね。みんなシュワルマ知ってる？おばちゃんはあまりよくわかんないとりあえずパンに挟んでんだから食べるっていうやつでしょ。わかってるわよ、おばちゃん。なんかいつものクオリティな匂いプンプンしてまいりましたか？そもそもおばちゃんがクオリティ上がるのかという問題もあるわよ。
シュワルマってね、回転肉っていう、ぐるぐる回ってるケバブあるじゃん。あの肉使ってんのよ。ダラ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 油が下に垂れてて美味しそうっしょ。ああいうお肉で、でね、使ってるのが、牛肉、あと、あと羊、鳥、でね、これがね、よく、あとなんかいろいろ使われてんじゃないかっていうのが、クミン、パクチー、パプリカ、オールスパイス、カイエンペッパー、あと食塩、オリーブオイル、赤玉ねぎ、トマト、サラダリーフ、トマトソース、ギリシャヨーグルト、ピタパン。これがなんかね、メジャーな、シュワルマの、なんか食材らしいよ。で、たまに、ひよこ豆のハムス、ほうれん草、ケール、あと、ライム、キュウリ、サワークリームとかも使う場合があるんだって。え、結構いろんなの入ってんのね。あとなんか他に入ってるかもしれない。おばちゃんが一生懸命調べたんだけど、これぐらいが出てきたかな。進歩した方や、だって前なんか入ってると割ってたじゃん。なんか辛いの入ってるとか。あとなんか香辛料みたいなの入ってるとか。それから比べたら、全然進歩、進歩したじゃない、おばちゃん。ねえ。逆に褒めてほしいわ。もうすごく進歩したこのおばちゃんを。今日からみんなおばちゃんのことできる女って呼んでね。よろしくよ。それでね、なんかめっちゃうまい。ケバブの、なんてお肉？それにね、このトマトバージョンのなんか、この赤いやつ？真ん中の？これがまたね、なんだろう辛くてええわ。で、ひよこ豆になんかね、味ついてんのよ。なんかちょっとスパイスとか塩とかとなんか。ごめんなさい、まだいつもになっちゃった。でこれも美味しかったけど、一番ひげり合いのなんていうの、サワークリームかなんかの。これ、なんかおじゃがと一緒に混ぜたったのかな。これ美味しかったわ。で、サラダと一緒に合わされるとね、またさらに美味しいのよ。ここね、前回もそうだったんですけど、今回も、日本にいるエジプトの人が食べに来てるの。で、エジプト語でなんかいろいろ、なんか、あーにゅにゅにゅとかって喋ってて、で、お店の、ちょっと俺のお姉さんとなんか仲良く、なんか喋ってるっていう感じで。で、現地の人も食べに来る、てか、本場の人も食べに来るってことは間違いないってことでしょ。おばちゃんもでもね、日本人でも、なんだこれ、すごいうまいと思う。すごくなんだろう。ピタってる。ピタパンで食べるとほんとピタってると思う。でもほんと美味しいわよ、これ。エジプトのコーヒー。おばちゃん前回知らないでさ、飲み干しちゃったんだけど、あれ、そこに粉が溜まってんじゃん。あれ、一挙に飲むと、あーってなるよ。ごめんなさい。いや、結局頑張ったけど、いつものおばちゃんで終わっちゃったわ。でも、本当だもん。そこの方、粉いっぱい溜まってて、おばちゃん知らないで飲んだ。あーってなって、今回はもう気をつけてそれしなかったけど。で、現地流っていうか、で、本場は、なんか砂糖いっぱい入れんだって。ちょっと入れさせてもらいますって考えてたのね。甘すぎて、あーって。やっぱりまた、いつものクオリティで終わっちゃったわ。ほんとごめんなさい。また勉強します、おばちゃん。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく
相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。